悪遺跡は長野県諏訪郡原村に所在する縄文時代の遺跡であり、現在のところ最古級の環状集積が構築されている。廃跡以降とも言う。1979年7月2日、国の史跡に指定されている。縄文時代前期を通じて長野県八ヶ岳西六の悪川と大串川に挟まれた標高904メートルの丘陵上に広がる。 大遺跡である。中央自動車道西宮線の工事に伴い、発掘調査がなされ、遺跡を破壊して、中央道を建設するか保存かが問題となった。議論の結果、中央道の設計変更がなされ、中央道のもとに埋没保存という形になった。この環状集国軍の規模は、長径120メートル、単径90メートル、幅30メートルで、 約20万個の拳台から人頭台の瓦石をドーナッツ状に配するものである。ドーナッツ状リングの中央に縦石構造があり、大小24個の板状の拡柱石と半径1メートルの円形に8個の平石が囲んでいて、その周りに人骨を埋葬したと思われる縦穴と瓦石を直径2から3メートルの円形に積んだ厚め石以降が多数取り巻いている。 約700基余りの土工墓があると推定されている。さらに、この集積墓から約50から100メートルほど離れたところに、ほぼ同じ時期の縦穴住居市が、南と東に分かれ、それぞれ一とまとまりになって分布している。これらの立石、集め石群は、中央の立石から、 ドーナツ状の集積群の間を通して縦品山を灰持ちできるように作られた祭祀場であったと考えられている。これだけの大遺跡が一つの集落だけで作ったものでなく、この地域に存在する集落群の労働力を集中して作られたと推測できる。このように縄文社会は村落を挙げての共同労働や共同作業を管理運営組織が存在した社会で、 あったと想像するに固くない。出土品は遺跡に隣接する原村埋蔵文化財収蔵庫に保管されており、基本的に公開はしていないが、希望者には見学の便利が図られている。その他、八ヶ竹美術館にも一部保管されており、こちらの方は一般公開されている。ありがとうございます。